雷鳴の時 <laughs> ようこそ来訪者雷電メイさん君の来訪は予見してたよ私の名前を知ってるのこの古の楽園では 万物はすべて認知によって生まれる。このせ、はじめまして。僕は先行者、火を追う英傑の第七位だ。でも、できれば、君には名前の数で僕を呼んでほしい。あなたが、典型の名を持つ融合戦士なのね。肩書きはただの目印だよ。そのせいで、君の認識に影響を与えたくない。 君も僕も同じ志を持った求道者なのだから名前で呼び合おう何かの規則なのかと思ってたわエリシアも随分と気にしてたみたいだったからエリシアのこだわりには彼女なりの理由がある肩書きは組織が生まれた時に欠けてはならない意味を持つ彼女に先見の命があったからこそ 僕たたちは存続する機会を手に入れたしかし君にとって僕たちは過去の影その因果もとうに消えた歴史となっているだから礼儀にこだわる必要はない君には探すべきもっと大事なことがあるはずだ来訪者よ 封じられた過去を追い求めるのなら、菩提の歯に従って進むがよい。私に試練を与えるつもりはないの苦難は試練だが、安らぎもまた試練さ。君への試練はとうに始まっていて、これからも続いていく。見て、聞いて、感じる。足を止めるたびに、選択をするたびに、 君の自我は鍛えられるいつか君の求めた答えが君の心に現れるそして僕はこの世界ととも諸行無常全ては因果応報切な消滅は無限法要に過ぎないさあこの無限の光の中に足を踏み入れるといいこれが 形の目。